還付金詐欺の被害が増える中、県警は金融機関の ATM の近くに被害者を模したマネキンを置き、注意を呼びかけました。静岡市葵区の金融機関の ATM の近くに県警がポスターとともに設置したマネキン。高齢の女性が携帯電話を手に不安そうに話をしています。還付金詐欺などの被害に遭いやすい人の特徴を表現しました。警察によりますと、おととしは1件だった還付金詐欺の被害が去年は36件に急増し、今年はおとといまでに41件の被害が確認されています。 ATM での携帯電話を使っている人には注意喚起を呼びかけていただきたいなと思います。警察は来店者にチラシを渡し、注意を呼びかけました。